どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今回は、当たり前な葉っぱ解体をやろうかと思います。一応、掘ってる内容というか、掘ってる場所は、村の底を掘るの場所を掘ってるんですけど、まあ、やってることが当たり前なので、これはマインクラフトの日報の方の動画にしようかと思います。当たり前葉っぱ解体です。TNT はあのように仕込んであります。一番上なので分からんですけど、あれは16マス分掘って、TNT を積み上げてあるという感じです。安全に期すためにフレイムの弓で、着火してみましょう。これで、上からつけるつもりだったんですけど、下から仮に火をつけたらどうなるのか、ちょっとやってみましょうか。下から火をつけると、下にどんどん、あれですね、爆発されていく感じですね。まあ、せっかくなんで下から爆発させてみましょう。セイラライト。はい、火がつきました。どのように爆発していくでしょうか。はい、処理が追いついておりません。処理が追いついてない上に、私のところに一発飛んできてダメージを食らった上に、なんだか意味不明なことになってしまいました。これはちょっと現状を確認する必要がありますね。まず自分に向かって一発飛んできたっていうのがショックですし、水が漏れてるのもショックですね。ちょっとこれはあまりにも凄惨な光景になってしまったので、現状の復帰をまず行おうかと思います。もっと平和な内容になるかと思っておった私がおりました。ちょっと水を止めましょう。これは流れがあるか、ここですね。いやー、恐ろしい。こう、処理落ちしまくって何が起きたかさっぱりわからないっていうのも、まあ、結構ショックだったりしますけど。一応TNT の上に蓋的なことをしていたのは、TNT が飛び込んでこないような配慮のつもりだったんですけど、考えが甘かったですね。激甘でしたね、考えが。こうですね。そして、ここは、こうですね。なんかこう、めちゃめちゃえぐれてる感じですね。いいですね、これは。そして、経験値が散らばりまくってるのは、モンスターが巻き込まれたって感じでしょうか。いいですね。はいと。そんな感じの当たり前 TNT 葉っぱ解体でした。もうちょっと現地の様子を見てからこの動画は終わりにしようかと思います。ああ、いいですね。あの岩石をわざわざ、回収しに行こうとは思わんですけど、なかなか想像以上にえぐれていて、これはこう、村の底を掘るの方も結構進めることができたんじゃないかと思われます。まあ仮にあの辺りにダイヤモンドとかなんか鉱石があったとしても全部吹っ飛ばしたという感じになるんですけど、128発 TNT を仕掛けたんですけど、なかなかの破壊力で、満足しております。はい、そんな感じの当たり前 TNT 葉っぱ解体でした。またお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方も
よろしくお願いします。